800円でビッグプーリー、それもシマの純正、しかもテンションガイド両方でかいだと。これが使えたら誰でもすぐに憧れのビッグプーリーに。はい、どうもこんにちは、笹野林業でございます。ロードバイク歴は10年以上、趣味でですねサイクリングとかロードのカスタムバラカン、そんなことをねやってます。今回なんですけど、皆様ビッグプーリーってご存知でしょうか。チェーンの流れをスムーズにし、パワーの伝達効率がアップ、アウターローが使いやすくなったりと言われているあれ。効果の真偽はともかく、その見た目のいかつさからまさにカスタムパーツといったところ。通常これを導入するには現状の BH のようにリアディレイラーに対応したビッグプーリーケージに交換するっていうもの。しかしこのビッグプーリーケージが高い。有名なところだとカーボンドライジャパンさんでしょうか。お値段なんと6万円、超セレブ。中華でもありますが、それでも4,000〜5,000円、まあまあしますよ。あと自分のリアディレイラーに合ったケージを探したり、交換する手間とか敷居は高い。できれば既存のプーリーケージを流用してこのプーリーだけをビッグにできないかと思いますよね。誰しも探せばビッグプーリーだけ売っていますが、有名どころだと1万円を超えちゃうレベルだし、中華はちょっとなぁと思う方が多いのが事実。できれば純正でかつ低価格で導入ができたら本当に幸せになれる。まさに誰しもが考えるゴールかと。そこでシマの純正のプーリーラインナップを見てみると、超低価格でちゃんとビッグプーリーなやつが出てるじゃありませんか。それがこいつだ。 RD-M310 アルタスのビッグプーリー、シマの純正ですよ。 MTB コンポのエントリーグレードであるアルタスのプーリー、純正で 13T15T としっかりとビッグプーリー。驚くべきはお値段、このセットで約800円、安すぎ。これがロードのリアディレイラーにも取り付けられたら、小学生のお小遣いでもすぐに、明日にでもビッグプーリー。まずはこの特徴から紹介。ボディは樹脂製、安価だから仕方ない。もちろん内部はブッシュ式だけど、侮ることなかれ。このブッシュ式めちゃくちゃ回転します、やるね。ただこのビッグプーリー、そこそこビッグなだけあって、こういう短い旧世代のリアディレラケージには非対応。その証拠にこの66アルテのケージでははみ出し確定。そもそもストッパーが邪魔してはまらない。現在こいつに対応しているリアディレイラーは RD-R7000系の 105 GRX 系も含みます。これ以降のですね、いわゆるシャドウタイプの新世代リアディレイラーが対応しているみたいですね。こういった短い形状を持つ旧世代にも付けられないことはないんですが、そもそもここのストッパーをペンチで折り曲げてあげる必要があります。心理的敷居が高すぎる。新世代のリアディレイラーなら交換はめちゃくちゃ簡単。ガイドプーリー、テンションプーリーを外してシマの純正のこのビッグプーリーを取り付けたら完成。それでは今回の検証用に交換したこちら RD-R7000GS、 これを使って純正ケージを使ったシマの純正のビッグプーリーの交換と思想、いってみましょう。交換対象はこちらの RD-R7000GS ですね。 SS との違いはこのケージの長さなんですが、 R7000系以降のケージは非常に長くなっていて、 SS でもこのケージはめちゃくちゃ長いので GSSS に限らず取り付けられると思います。今回はガイドプーリー、テンションプーリー両方交換していくんですが、どっちがガイドかテンションかわからなくなったらいい思い出し方があります。リアディレイラーのアームを伸ばして上から GT ですね、ガイドとテンション、レース好きなら一発で覚えられますよね。交換はすごく簡単。まずは上のガイドプーリーから 3mm の六角レンチでボルトを引き抜いてプーリーを取る。ガイド用にはアルタスの 13T を入れます。プーリーの向きに注意なんですが、アルタスのガイドは裏表もありませんし方向もありません。でそのまま取り付けてギュッとやってあげれば、OK ですね。では次、テンションプーリーの方。テンションプーリーは裏側に返すとここにボルトの穴があります。同じく 3mm レンチで取り外します。そしてこちらを交換します。アルタスのでっかいテンション側 15T なんですけど、裏
表があるので要注意。そして差し込みます。で付属のボルトを元に戻してと。で締めれば、あれ、なんとですねボルトの長さが足りないみたいですね。それもそのはずなんですけど、このアルタスのプーリーと純正でついていたプーリー、見てわかる通りアルタスの方が少し太いです。なので既存のボルトだと固定できないみたいですね。でもここで焦ってはいけません。少し長めのボルトを用意すれば安心、取り付けができるくらい長いやつを用意する必要がありますね。そしてこれで取り付けていきます。ちなみにこれはステムかなんかのボルトですね。仕様が違うので 4mm ボルトですね。それで取り付けていきます。これであればちゃんと固定できるはずですね。よいしょと。これではまりましたね。長さもちょうどいいですね。ぴったり。ボルトの径さえあればとりあえずつきます。要はね工夫です。それではあっけなく交換することができましたし、ガイド、テンションともね回転に問題はありません。ここで要注意。純正からだとプーリーがだいぶ大きくなりますので、チェーンはコマを足していただくか、それとも新調した方がいいですね。それでは交換して試走いってみましょう。同系はこっちに入ってるんですね。今日入れやすいな。今回のビッグプーリー化に伴う一つの注意点、ガイドプーリーがだいぶ大きくなっているので B テンションボルトの調整は必須です。適当にやるとここはね干渉しちゃう恐れがあります。これは正直意外にいい。漕いでわかるんですけど、かなりチェーンがスムーズに動いてる気がしますね。自分はビッグプーリーからの乗り換えなので、そこまで大きな違いは感じないんですけど、純正からの乗り換えだったらシールドベアリングよりこのブッシュ式の方がスムーズに回転するので、この軽さは体感できると思います。あとは変速性能ですかね。変速性能はどうしても純正に軍配、ホビー勢なら気になるレベルではないかなと思いますね。ノービックプーリーが800円なんて信じられないですね。いかがでしたでしょうか。わずか800円でシマノ純正のビッグプーリー、そして既存ケージ流用でも簡単にビッグプーリー化できましたよね。その効果は、今までもビッグプーリーを使ってきたので特段大きな違いは感じられないんですが、気持ち、回転がスムーズになったかな。それよりも見た目、これはかっこいいですよね。見て取れるやってる感、これ大事。変速性能、これは以前のビッグプーリーでも明らかですが少し落ちますね。これは純正に軍配、でもホビーなら気になる程度ではないですよ。それよりも気持ちが大事。かっこいいってだけで人間はパワーが出ますからね。気持ちで人は速くなれる。というわけで R7000 や R8000 など、いわゆる新世代のシャドウタイプリアディレラ、こういったケージが長くなったやつならシマノ純正わずか800円でビッグプーリー化ができちゃうよという動画でした。既存ケージの流用なので非常に気軽にできますよね。それがいい。気になった方はぜひねチャレンジしてみてください。今回は以上となります。笹野林業はですね、皆様のロードバイクライフを少しでもサポートできるようにこれからもエールとなる動画を配信していきたいと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。